どうしたの立花さん。シューマイドッグまだ食べてない。シューマイドッグ、ここの名物よ。パンフレットに載ってたの。じゃあ今度はそれを探しに行ってみようか。私欲しいものがあるの。もう一度ショッピングモールに行きたいわ。え、それって全然逆方向じゃ。別にいいわ、一人で行くから。あ、ちょっと待って、しのぶ。おい、めぐる。なんか行きたい場所がばらけたから自由行動だとさ。2時ちょうどにまたここに集合ってことでよろしく。え、そうなんだ。みんなはもうどこかに行っちゃったの？多分まだそこら辺にいると思うけど。それよりさ、ちょっと見せてほしいものがあるんだ。見せてほしいものって？さっきみんなから写真を受け取っただろ。他のメンバーの写真をもう一度よく見せてくれないか。いいけど。どうかしたの？いや、なんでもない。ちょっと確かめたいことがあっただけなんだ。どうしたんだろう。わからないわ。自由行動になったならちょうどいいわ。2時には戻るから。あ、じゃあ私はシューマイドッグ買いに行ってこようっと。え、ちょっと。何おろおろしてるんだ。え、いや、それが。コーヒーを飲みに行こうと思ったんだけど、ザップに断られちゃったんだ。ちょっと俺に付き合わないか。え、僕が？わかった、付き合うよ。どうしてシルバーたちと一緒にいたのか聞いてもいいか。これなんだけど。あれ、それってストラップまで同じ？そう、これを持ってたらヤマトさんたちが声をかけてきたんだ。なるほどね、こんな偶然もあるんだな。でもさ、なんで今日は待ち合わせ時間に遅れたの？みんなだいぶ心配してたよ。ああ、それが出かけにちょっと親と喧嘩してしまってね。遅れるなら誰かの携帯にでも連絡すればよかったのに。それができたらとっくにやってたよ。え？メンバーの携帯番号を知らないんだ。俺が決めたことだけど、こういう時にはちょっと不便だな。
会ってみてイメージと全然違った人とかはいる？驚いたのはやっぱりカイかな。彼女ああ見えて優秀なんだ。科学方面の知識に強くてかなりいい大学を狙ってるらしいよ。へえ、そうなんだ。みやびは高校生だよね。ああ2年生。そうだ、まだお互いちゃんと自己紹介してなかったな。そういえばそうだね。僕の名前は桃井めぐる。え、めぐる？めぐるってもしかして恩恵の恵って書いてめぐるって読む？そうだけど。聞いたことがある名前なんだけど思い出せない。どこかで俺と会ったことはないかな？ないと思うけど。そうだよな、俺も見覚えがないし。ま、いいか。で、君の名前は？俺はみやびだ。わかってると思うけど、これ以上の情報は明かせないな。で、めぐる、聞きたいことがあるんだけど、いいかな？なんだい？簡単な質問だよ。みやこちゃんとしのぶちゃん、どっちが本命なんだ？お、本命？みやびには関係ないことだよ。まあな、そう言われればそれまでだ。二人ともただの同級生だよ。それ以上でも以下でもないよ。あんな美人が二人もそばにいて、お前って変なやつだな。どっちも友達かな。なんだ、両方に言い寄られて困ってるのかと思ったけど。そんなわけないだろ。だよな、あんな美人が二人も言い寄ってくるような顔には見えないもんな。バカにしてるのかい？怒るなって。めぐるは遊園地好きか？え？でもちょっと絶叫系の乗り物は苦手だけど。俺何年ぶりかでこういうとこに来たよ。ガキの頃から大好きだったな。夢がいっぱい詰まってるって感じだろ。営利目的とはいえ、来場者を楽しませるためだけに全てができてるんだぜ。あの着ぐるみの中じゃスタッフが汗だくだろうし、あっちの観覧車は鋼鉄で作られた骨組みを持っているけど、そんなことをお首にも出さない。夢を売ってるんだよな。白鳥の例えがあるけど、まさにその例えにぴったりだ。見えない水面の下でずっと足をかき続けている。でもあの白鳥の例えは人間のエゴだと思うね。だいたい白鳥が、どうしたの？悪い、ちょっと用事ができた。じゃあ集合場所でな。
シルバーは？仕方ないな。時間がもったいないし、あいつとはしばらく別行動ってことにしようか。また毎時間この場所に帰ってくるようにすれば、そのうちまた合流できるだろう。そうだね。あ、ねえ、次ここに行かない？ゴーストラビリンス？なかなか面白そうじゃない。じゃあそこに決定。私あまりそういうのは。大丈夫大丈夫、ただのよくある幽霊屋敷だって。なんか思ったより怖そうね。なーに怖がってるのよ。幽霊が出ても所詮作り物じゃない。ほら行くわよ。結構凝ってるね。ねえ、面白い話があるんだけど。まさか階段じゃないよね？あら、正解。その通りよ。ある夫婦の間に女の子が生まれたの。その人たちはとても子供が欲しかったから心から喜んだわ。だけどその女の子は大きくなるにつれて周囲の者が目を背けてしまうほど醜くなっていった。子供らしい無邪気な笑顔でさえ両親をゾッとさせるほど気味の悪いものだったの。ある日3人で旅行に行ったの。そして船に乗った両親はその女の子を甲板から突き落としてしまった。目撃者はおらず事故ということで処理されたわ。そして数年後また2人の間に女の子が生まれたの。前の子とは違ってその子は成長するたびに美しくなっていったので両親は喜んだわ。そして3人はまた船で旅行に行ったの。女の子は大はしゃぎで両親もそれを微笑ましく見守っていたわ。だけど甲板で海を見ていた女の子に手招きされ近づいていった両親に女の子は言ったの。お父さん、お母さん、今度は私を落とさないでねって。
何もなかったけど。何よ、だらしがないわね。こんなもののどこが怖いの？まったく、芸がないわね。暗くするだけなんて怖くもなんとも。しのぶ？忍ぶがそこに。と、これは一体。いきなり飛んでくるんだもの、びっくりしたわ。ミイラか何かに驚いただけだよ。ほら、こっち。先に進めるみたいだよ。いいのかな、ほっといて。あそこ、もしかしたらゴールじゃない？やった、ゴールだ。あら、どうしたのかしら。警察？まさか、さっきの叫び声、やっぱり何かあったんじゃ。行ってみよう。
なんか嫌な感じ。シルバー、そんな嘘でしょ。どうかした？桃井くん。あれ、何かなって思ってさ。何かのカードみたいね。カード？どうやら、あの時のカードみたいね。あ、ジャンプが見せてたやつじゃない？なんとか仮面とか言った。あの、ちょっと話を聞かせてもらってもいいですかね。めぐるくん、しのぶさん、ちょっと。どこに行くの？まだ事情聴取も終わってないし、警察の人に怒られちゃうよ。別にどこにも行かないわよ。そんなことより、私、決めたの。決めたって何を？シルバーを殺した犯人をこの手で捕まえてみせるわ。立花さん、だって悔しいじゃない。私たち彼と一緒にいたのよ。なのに助けられなかった。やろう、立花さん。よく言ったわ。それでこそ私のパートナーよ。そりゃ警察に任せた方がいいのかもしれないけど、僕たちじゃないとわからないこともきっとあるよね。そうね。私の前でこんな犯罪を起こしたこと、犯人に後悔させてやるわ。よし。こちらにいらっしゃいましたか。美和子さん、美和子さんがどうしてここに。受け付けた警官から名前を聞いて、もしやと思いお探ししてたんです。今回は大変でしたね。いろいろ知りたいことがあったのよ。あまり事件のことについて私からは詳しくお話しできないのですが。
そんなこと言わないで、ちょっとだけでいいからね。ああ、宮子様がそうおっしゃるなら。ああ、そういえば、ナオトさん残念ながら今日はここへ来られなかったんですよ。え、ナオト様ですか？それはもう、さっきもお話ししたばっかりで。あの、美和子さん、本当だったらこちらにいらしてるはずだったんですよね。ああ、なんてことなんでしょう。いえ、これも神様が与えた試練、私耐えます。ええ、耐えてみせますとも。あの、美和子さん、え、あ、失礼しました。取り乱したところをお見せしてしまって。やっぱり警察は残りの4人を疑っているんですか？いえ、そういうわけではありません。何らかのトラブルに巻き込まれた可能性もありますし。でも一人で迷路になんて入るかしら。聞きしたいことがあるのですが、お気を悪くなさらないでくださいね。私たちのアリバイですか？形式的なことで、決して美和子様たちを疑っているわけではありませんので。私にはちゃんとしたアリバイがあるわ。シューマイドッグを買って食べたのよ。そんなのがアリバイになるわけないじゃない。そういうあなたはどうなのよ。ちゃんとしたアリバイがあるっていうの？確かに確実なアリバイは私にもないわ。お土産を買った証拠はあるけれど、全てのアリバイを証明できるものではないし。そういえば桃井くんは何をしてたの？僕は雅と一緒にオープンカフェにいたんだ。でも途中で雅はどこかに行っちゃったけどね。ありがとうございました。あとは我々警察に任せて、美和子様たちは楽しんできてくださいませ。さっき話した事件のこと、絶対に内緒ですよ。さてと、それで犯人のことなんだけど。やっぱりあの4人の中の誰かに間違いないわ。そのようね。めぐるくんはどう思う？僕は…でもまだ疑うのは早いんじゃないかな。何言ってるのよ！そんな悠長なこと言ってて
もしまた何か起きた時どうするのよ。そうかもしれないけど。さあ早く他のメンバーのアリバイを確認しに行くわよ。さてめぐるくん、まず誰から聞く？ザップを待とう。